じゃこんにちは、さゆたかさん。あっと驚く、タメゴロウって知ってる。古いよな。うちのおじいちゃんとかがなんか言ってたような。そうだな、感じですけど。おじいちゃんっていくつだ。もう亡くなってるんで、生きてれば分かりません。もう、あ、そうか。相当な年だと思います。俺の年と同じとか言うじゃん。言わないでしょ。おじいちゃんが豊かだと思うじゃん。でも、はい、そういう選手たちはもういますよね、きっと。いや、いるよね。え、何言ってんのこの親父みたいな。あっと驚くためごろって言って、まあね、はい、まあ、あっと驚くためごろではないんですが、はい、去年あっと驚いたのが、はい、中野選手がこれまでのショートからセカンドにコンバートされて非常にいい成績を昨シーズン残しました。まあ、大山もサードからね、ファーストに行ったりとか、まあ、本当にコンバートがうまくいったというね。そうですね、ことは言えるよね、はいはい、なので今シーズン、はい、豊さん的にこの選手コンバートしたらめちゃめちゃブレイク大成功しそうだなという選手をコンバートの位置とともにちょっと教えていただこうと。これ各球やっぱね、コンバートって言ったらやっぱチームのバランス考えるんだよね、はい、だから個人的なことを考えたら、うん、それはやっぱバッティングの効くやつだったら、うん、楽なポジション、まあ楽なポジションっていうのはないけども、うん、まあより楽なポジションに移動した方が、うん、それはバッティングに集中できるっていうことはあるよね、はい、ただバランスを考えた時にそうもいかないだろう。うん、でもやった方がいいんじゃないかなって将来的にって思うのは、うんうん、DeNA で言えば、はい、宮崎をファーストにして、はい、マキをサード、うん、え、これはまずどっちの選手をどっちにありきから始まったことですか。両方だよ。両方、うん、え、これもう50-50で考えて。そうだ、これはまずマキ選手がセカンドからサードに行った方がいいのは。いや、本当に生かすんだったらマキをファーストだよ。本来は、本来はこれ牧選手を動かしたいのはセカンドから。セカンドの守備としたらちょっと物足りなさがある、うん、不安定な部分がある、はい、まあ、守備範囲とかもいろいろ含めてね、うん、牧のバッティングを本当に生かしたいと思うんだったら、まあ、ファーストがいいけども、うん、そうなってくると宮崎の守備、はい、うまくなったけどさ、年齢とともにやっぱり動けなくなってきて、うん、まあ、そうなってくると最終的に牧の終着駅はファーストだと思うんだけども、はい、うんうん、まあ、だけどその前にまだ動ける段階でサードをやらして、その方が守備は安定するかなっていうような感じがするんで、サードの宮崎選手をファーストに持ってくると。でその話を宮崎に、うん、昨年、うん、お前ファーストって考えないと、ファースト嫌なんですよ。え、嫌なんだ。嫌なんですか。ボールを取るのが嫌なんだって。あ、難しいからやっぱそうなんだ。やっぱファーストって簡単じゃないんだよ。だからそれは宮崎はよく分かっていて、いや慣れたサードの方がいいですって言うから、なかなかそういうわけにもいかないし、まあ、それだったら牧をファーストにしてより守備を強固にして、うん、まあ、セカンドに牧より上手な動ける選手を入れるという、うん、でバッティングに専念すると、うん、まあ、そうやったらいいかなっては思うけど。そうすると佐野選手はもう外野、外野レフト1本だと。 もちろんっていうことですよね、はい、あ、なるほど。やっぱりファーストだと守備の負担がバッティングにも影響する、うん、そういう昨年だったと思うんだよね、はい、だから外野一本でやるとまた佐野の怖いバッティングが戻ってくるかなっていうような感じもするし、うん、だからそれが一番うまくいくのかなっていう、はい、まあ、チームとしても個人的にも、うん、っていうふうには俺は思ってるけど、ね、うん、ただ、はい、レギュラーのセカンドじゃないとダメだよね、牧みたいに、はい、とっかえ引っかえでは困る、うん、だからセカンドが本当に育ってる選手がいるんだったら、うん、まあ、そういうことも考えてもいいかな。そのセカンドの選手がきちんと育ってないうちに牧選手はファーストだったりサードには持っていけない。いや、やっとセンターラインが整ってきた中で牧が入ったおかげでね、うん、また特回引っかえだとさ、うん、またセンターラインが不安定になっていうことを考えるとね、うん、今じゃないのかなとも考えるけどもね、まあ、数年後のコンバートになるかもしれない、うん、でもファーストいったらよりバッティングは伸びると思う、まあ、集中できるっていうことですね。そうだね、はい、あと他のチームでどうでしょうか。まあ、ヤクルトだな。うん、ヤクルトはそこは、まあ、昨年の守備、まあ、今年は気持ちを入れ替えて多分村上がやると思うけども、はい、やっぱこう将来的なメジャーとか、まあ、もう考えてると思うんだよね、うん、で三塁手っていうよりも村上の走力だとかそういうことを考えると外野でいいのかなっていう感じはするんだよね、はい、テストもセカンドが苦しくなってきてるんじゃないかなっていう感じがするんだよ。そしたらサードに持っていって若い選手をセカンドに持っていく、まあ、竹岡とか、はい、まあ、そういう選手もいるから持っていくとチームが落ち着くかなっていうような感じがするけどね。
デツトもサードに行くことによってバッティングがより上がる可能性もあるし、うん、まあ、村上もそうだよね、はい、またレフトに行って三冠王っていう風になる可能性もあるし、うん、まあ、これはね、本人サードでダメかっていうとダメじゃない、サードで三冠王取れる人なんかなかなかいないからさ、はい、ダメかっていうとダメじゃないんだけど、でも村上の将来的なことを考えたりだとか、その山田哲人をより生かすっていうことを考えると、そうやっても面白いのかなって思うけどね。それメジャーありきですよね。メジャーで内野手っていうと日本人ってあの松井和夫さんですらっていうところあるじゃないですか、うん、そうそうそう。でメジャー側が内野手としての村上選手を取るかというと、うん、疑問なところもありますよ ね、まあ、ね、だいたい成功例っていうのは、うん、まあ、外野手も多いから、うん、まあ、村上にも成功してほしいし、うん、そこら辺がどう考えるかだよね。そうですね。で、うん、サードの守備もね、やっぱり去年やっぱりちょっとポロポロだったりとかあったね、はい、だからちょうどレフトも空いてるし、はい、うん、だからすんなりはまるのかなっていうふうには思うけど、うん、あと山田哲人選手がそのセカンドからサードはセカンドをやってたので、その右で取る分も左に取る分でもサード、まあ、角度が変わるとさ、俺もセカンドからサードっていう経験あるけど、はい、ちょっと嫌だったんだよね、見える角度が。でもまだ哲人って若いしさ、吹き込む年じゃないから、はい、だからまだまだできると思うんだよね、うん、だからいいサードにね、俺はなるような気がする。その送球の肩っていう意味で、あるあるある、大丈夫ですか。大丈夫大丈夫、だから大丈夫だと俺は思うけどね、うん、あとはどうかさ、例えばカープ、はい、昨シーズン小園選手がセカンドをやったりとかもありましたけど、コンバートになるのかわからないですけど、固定という意味ではどういう内野手の布陣がいいんですか。菊池がどうかっていうことだよね、まあ、年齢的に、はい、いいショートはいるんだよ、矢野、はい、これはもう守備抜群だから、うん、肩も強いしさ、で動きもいいし、ただそのバッティングっていうことを考えるとさ、まだまだ非力だし、小園には到底追いつかないんだよね、まだバッティングはね、はい、だからバッティングが効くんだったら矢野とセカンド小園の二遊間でもいいよね、うん、あ、だからショートの小園選手じゃなく、ショートの矢野選手、うん、セカンドの小園選手、セカンドに持っていくとコンバートで、うん、ただあれだけのショートってなかなか出てこないんだよね、だからショートで俺は使ってほしいと思うけども、まあ、矢野次第っていうところがあるよね。で、あと菊池、はい、菊池がどうなのか、まだバリバリで120、30出れるのかっていうこともあるし、うん、はい、これが出れないってなるとやっぱコンバートも考えなきゃいけないとは思うけども、うん、いや出れますよっていうんだったら、まあ、サードが空いてるから矢野次第でちょっとだいぶ変わると思うんだよね。やっぱ矢野の守備っていうのはやっぱ小園よりはいいよ、うんうんうん、ってなってくると、動くのは小園選手っていうことにもったいないけどな、うん、サードだったりとか、うん、もったいないけど、うんうん、でもより長く選手生活をやるんであれば、うん、セカンドとかサードっていうのも視野に入れておいた方がいいかも分からない。そうですね、うん、他のチームでコンバートした方が良さそうな選手、まあ、浅村がサードに行くって言うけども、はい、本来だったらファーストの方がいいかもな。それはやっぱね、負担だよ、うん、サードの方が、うん、取って投げるって力いるから、はい、楽じゃないから、だからそのボールを扱う機会っていうのはサードの方が圧倒的にファーストよりは少ないと思うよ、うん、だけどやっぱ力を使うっていうのはさ、サードの方が力使うから、はい、だからよりバッティングに集中させたいんだったらファーストの方がいいな。あ、じゃあ今シーズンサードって言われてますけど、本来だからファーストの方がより長く野球をっていう意味では、うん、まあまあそうだな、あれだけのバッティングっていうのは外国人連れてきても、うん、そんなに取って簡単に変われるような選手じゃないし、うん、ファーストでやらせてあげると楽かなとは思うんだけどね、うん、彼が、うん、ただそのチームの事情があるじゃない。そうですね、サードができないっていう選手も多いだろうし、うん、だから浅村のセンスだったらサードができるから、うん、サードっていうことを考えてるのかもわからないし、うん、だからそれはもうなかなかわからないけどもね、だけど本来だったら角度が変わらないファーストの方が、まあ、守りやすいだろうしプレーもしやすいのかなっていうふうに感じるけどね、うん、同じパリーグのロッテ、ロッテはね、まあ、安田をファーストかなっていう、まあ、動きとか反応とか考えるとファーストの方がいいのかなっていうのを感じます。それはファーストの方が向いてるっていうことの方が楽かなって、うんうん、安田のことを考えて、ただ外も取ったしだから結局外をファーストで使おうっていうことですよね、まあまあ、そしたらルーキーの上田っていうのがいるし、はい、サードにはね、うん、だからまあ難しいところだけども、そうなんですよ、だからまあ勝負だよね。で中村翔吾選手が今シーズンセカンド、いやまあセカンドだよ、セカンドだよ、
そこ感じる。でも中村翔吾もどちらかというと俺をサードに持っていきたいっていうふうには考えるけどもね、うん、ただこれはやりながらじゃないとわからないし、うん、なかなか難しいね。まあ兼ね合いがありますね、はいはい、そうか。他は例えば中日はね、中日はないよ。中日は固定がないの。まあ、確かにそうですよね。いや、レギュラーと言われてる選手が本当少ないから、コンバートなんていうのはなかなかないよね。ただ岡林がセンター守ってるけども、うん、岡林はやっぱりあの肩を生かすんだったら、うん、まあ、ライトの方がいいかなっていうのは思うけど。ですよね。これがまた岡林がいなくなったらセンター守れるやつがいないというさ。あ、例えばじゃあ細川にセンター守らすかって言ったら、それはなかなか守備範囲的にそれは岡林頼むわって思うでしょ。大島選手センターに戻すっていうのは、いやもうないと思うよ。やっぱ肩とかね、いろんなことを考えると、まあ、レフトかなと思うよ、うん、出ても、うんうん、だから本来だったらセンターに守れる人間がいると岡林の肩っていうのは一三塁を作らせないから。そうですよね。だから本来だったらライトの方がいいんだろうけど、でホームでもやっぱサードコーチは岡林がライト守ってると止めるよ、うん、でもセンターだったら勝負するんだよ、うん、そうです。距離が長いから、はい、そういう面では一つ塁を止めるという意味では岡林ライトが理想だけどね。ですよね、うん、だから早くセンターが育ってくるとないいけどね。いいですよね、うん、確かにな。あとは今宮だな、ソフトバンク、うん、今宮がねショートやってるから負担が大きいと思うんだよ、うん、これがセカンドに入ったら安定して出れるんじゃないかなって思う。これコンパクトできたものですか、セカンド。ショートいない。そうなんですよね。なあ、ショートいないですね。いやだからショートの選手って、ね、貴重なんだよ。でも今宮なんかセカンドやらせたら抜群の選手になると思うよ。そうか。いや本当に、いやショートでもいいけどさ、はい、体の負担もなくなるから、うんうん、ショートよりはね。そしたら、まあ、100試合出てるところが110試合になったり20試合になってくるとやっぱチームとしては助かるじゃない、はい、で 今宮の体の状態を考えるとさ、そのフルにも出れないでしょ。うん、やっぱりちょっと休ませなきゃいけない時期もあったりだとかするから、やっぱこれはね蓄積疲労だと思うよ、はい、長年のショートの、うん、あの小さな体でねよく守ってると思うよ。そうですよね。あ、だからそれをセカンドにしてあげることによって俺はもう一度ブレイクするんじゃないかなっていうふうにも期待はしてるけど。確かに。いやだからそう考えると阪神の昨シーズンの中野選手をショートからコンバートした、でそこのショートにまた木浪選手が出てきた、木浪と小畑がいたっていう、 そこがやっぱキーでしたね。これね一人しかいなかったら多分ね思い切ってできなかったと思う。でもこれ2枚、ね、うんうん、持ってたから、はい、だからできたんだと。めちゃめちゃタイミングも良かったですね。まあまあそうだな。あとオリックス、オリックスな、はい、まあ、本来内野手の選手なんだけどさ、うん、今外野手でねポジションがないから出てるけど野口、うん、はい、この選手はやっぱセカンドで使ってみたいよね。セカンド、はい、紅林と野口の二遊間、これはねスケールでかいと思うよ。で紅林を動かすっていうことはまずないと思う、うん、あの守備力と肩、うん、だけどその野口と組ませてみたいな二遊間を。確かに今オリックスってねセカンドもうこの選手だっていうのが決まってはないんですよ、ね、決まってないな。外国人やることもあったりとか、ゴンザレスな、はい、あったけど、やっぱこうここら辺は固定で使っていきたいよね、はい、まあ、中島監督っていうのはいろいろこう手を変え品を変えいろんな選手をこう差し込んでくるけども、やっぱセンターラインは落ち着かせてやりたいよね。ですよね、そこは、うん、まあそのぐらいかな今ピンときてるのはね。そうですね、見渡しても確かに、まあね、あと昨シーズンコンバートといえばやっぱり坂本選手巨人の、あ、まあ、ショートからサードで、で門脇選手ショートでっていうのがピタッとはまりましたもんね。ショートでもかっこよかったけど、うん、サードだと花あるな、ね、また違う魅力がね。でやっぱセンスが違うんだな。でもその坂本選手をサードに生かすことができたのはやっぱ門脇選手が出てきたっていう、そこも阪神と同じですよね。だからそういう形で DeNA の最初に言ったけど、うんうん、牧がファーストに行くようになってくると、うん、もっとチーム力が上がってくるなっていうふうには思ってるんだけど。そうですね、守備力と守備力さらにバッティングの打力のいい選手っていうのが、ね、うん、ポンとこういうふうにいけばチームとして、そうそうそう、うん、そうはうまくいかない。なるほどな。今年どうなんでしょう、コンバートでもね、オリックスはね楽しみあるぞお前、うん、野口って言ったけど、はい、横山、はい、これはいい選手らしいよ、本当に。そうなんですか。肩もめちゃくちゃ強いらしいよ。おー、うん、
ごめんなさい、それ横山選手は守備どこ候補なんですか。いやだから使えると思った紅林を移動させるかもわからない。それまたすごいですよ。中島監督なんやりそうな気もしないですけど。いやこれは楽しみだよ。楽しみですね、うん、まあね、昨年は本当にいくつかコンバートありましたけれども、はいはい、今シーズンはねキャンプからどうなんでしょう、コンバート見合わせるようなことあるのか。どうなんだろうな、まあ、それも楽しみだな、キャンプの一つも ね、どこを守ってるのかっていうのもちょっと注目してご覧になっていただけると楽しみかもしれません、はい。